どうも皆さんこんにちは、着バスです。今私はですね、東京東銀座に来ております。本日はですね、こちらのホテルですね、 AC ホテル東京銀座ですね。本日ねこちらにね、一泊ねお世話になろうと思っております。今ねちょうど3時ぐらいということで、チェックインねもうできるかなというふうに思っておりますので、早速ねチェックインしていきたいなと思います。こちらもですね2021年にね開業したホテルっていうふうになりまして、新しいホテルなんですよね。まあずっとね来たいなと思ってたんですけども、やっとね来ることができましたということでね、早速チェックインねしていきたいと思います。それではね、無事チェックインすることができました。今回はね、1120ということで行ってみたいと思います。それではね、中に入ってまいりました。いかがでしょうか。いやどうでしょうか。いやかなりね、コンパクトで、そんなにね、大きい客室ではないんですけども、いや、非常におしゃれですね。いやかっこいい。いやいいですね。ちょっとどっから見ていきましょうか。手前からね見ていきましょうかね。まず入ってねすぐのところにクローゼットがあります。よいしょ。これを開けると電気がつく感じですね。ちょっと私のコートが映ってますけども、これがね AC ホテルの、バスタブですね。バスローブですね。皆さん見たことありますかね。結構ねこれ有名なんですよ。まあ有名って言ってもあれなんですけど、あのツイッター界隈だけかもしれないんですけども、はい、ちょっとこれね着るの結構楽しみにしております。で、ガウンが2つで、でこちらにね傘が2つと、あとこちらはあれですかね、リセッシュ的なやつですかね。あとねこれ珍しいですよね、レザーケアキットっていうね、あの革のね手入れするやつでしょうかね、はい、置いてあります。かなりびっくりしました。あと右側にね、こちらはシワ取るやつですかね、はい、そうですね、衣類スチーマーって書いてあります。でここにランドリーバッグと置いてありますね。シューシャインみたいなのも置いてありますね。あとこちらに金庫で、その下にね、スリッパと、パジャマですね。あ、パジャマはセパレートタイプ、あ、パジャマセパレートタイプのパジャマが入ってますね。いやこれはいいですね。このパジャマとですね、このバスローブはですね、フロントの方にね販売されておりましたね。はい、ちょっといくらだったかな。パジャマがね7000円ぐらいで、バスローブは2万円ぐらいだったんで結構高いですけどね、はい、販売されておりました。ではそのままね客室左側から見ていきましょうかね。でここにね大きい鏡がね左側にありまして、で荷物置く台があって、テレビがねあります。テレビはパナソニック製になっておりますね。かなり大きいですね。正面から見ましょうか。はい、こんな感じになります。パナソニックで、多分これ50インチ以上はねありそうですね。かなり大きいですね。でこちらに、デスクがあります。はい、こんな感じで、あとねあのホテルのレストランとかのね説明がありますね。あとねハンドシート、これはありがたいですね。こういったものも置いてあって、でこちら側にはですね、こちらマグカップと、こちらがこちらはね見えてるかな、イングリッシュブレックファースト、これはあれですかね、紅茶ですかね。紅茶と、そうですね、紅茶と日本茶、
こちらに入っておりまして、こちらにネスプレッソがあります。でお水が2つありますね。グラスもねかなりあれですね、凝ったデザインですね。こちら透明のグラスと、こちらねこのブランドのやつなんですね。いや非常におしゃれ、うん。で冷蔵庫です。冷蔵庫はね特にお水以外は入ってないんですけども、お水がね入っております。ちょっとボケちゃってますけど、お水が2つ入っております。グラスもね冷えたやつもこちらに入ってるんですね。だからお水がね計4本、無料でいただけるっていう感じですね。で左側にはケトルと入っております。そうですね、ケトルが入っております。よいしょ、はい、こんな感じですかね。でデスクのね端っこの方に AC が2つと USB Type A が2つで、 USB-C もねありますね。さすが最新ホテルっていう感じですね。でこちら側にもですね USB Type A と AC が2つねあります。でねちょっと見づらいんですけども、ここにねライトのスイッチがあって、このここにもね AC があります。これはねコーヒーマシン用ですかね。目の前にねネスプレッソがあるんで、ここからね電源を取る感じですかね。それでは次にねベッドサイドですね。まず奥から見ていきましょうか。窓際にですね大きいソファー、まあソファーそうですね、ソファーですね、あります。これはいいですね。こんな感じになっておりまして、窓際に座りつつですね、ここで作業ができる感じですね。で、ウェルカムギフトっていう感じですかね。あられのサービスがあります。ちょっとボケちゃってますね。はい、こんな感じであられのサービスがあります。で、私のね、名前入りのメッセージカードまでね、ついてるんですよ。これは素晴らしいですね。ありがたい限りです。で窓の外はねちょっと後にしましょうかね。で奥にはですねルームランプがあって、その隣にはですねその隣には時計とリモコンですね、置いてあります。でベッド周りにはあれなんですかね、反対側にあるのかな、反対側にありますね。ベッドの反対側に、こちらですね USB Type A 2つと Type C が1つで、AC のコンセントがありますね。あと電気のスイッチと、ベッドのね、ライトですね。あと電話とメモ帳もここにね、準備されております。で、このベッドの上もね、かなりおしゃれな感じになってますよね。いや、非常にいいと思います。で、ベッドなんですけども、今回ですね、バスタブをね、リクエストさせていただきまして、バスタブ付き、本来ね、このホテルっていうのは低層階っていうか、まあクラスがね下の客室だとねバスタブがついてないんですよね。シャワーだけっていった形になっておりまして、今回ねちょっとバスタブをねリクエストさせていただきましたら、混雑かなりねしているということで、ツインタイプのね部屋でよろしければバスタブねついてる部屋に通していただけるということで、これね調べてみたらですね本当にね何気なくお願いしたんですけども、これねアップグレードっていう感じですね。普通の客室よりですねこの浴室がねついているこちらプライムスーペリアシングル2っていう部屋なんですけども、普通の部屋よりねちょっと高いんですよね。いやね申し訳ない限りありがたいですね。ですのでこちらはプラチナステータスのね無料アップグレードっていった形でこちらの客室にね上げていただいたっていった形になります。まあシングルなんでねそんなにベッドはね大きくないと思うんですけども、まあこんな感じになっております。まあ一人で寝る分には十分かなと思うんですけども、まあシングルのねベッドっていった形になります。いや本当にねありがたいですね。ちょっと普通にねバスタブ付きをお願いしますって言ってしまったら、こちらの客室にね入れていただいたんでありがたい限りですね。それでは次に水回りですね。このベッドのね向かい側が洗面台っていう風になっておりまして、ここ多分扉閉まるんじゃないかな。はい、こんな感じでプライバシーがね保たれるっていう感じですね。この洗面台はねこの後ろ側がもうねバスタブっていう風になっておりますんで、ここがね脱衣所っていった形になりますかね。はい、ですんでまあちょっとね左側はねプライバシーは保たれてないんですけども、こちらの部分だけはねプライバシーが保たれるっていう感じですね。
で、洗面台はですね、こんな感じになっておりまして、ブランドはね、こちらのブランドを採用されておりますね。これはどっかで見たブランドですね。これどこだったかな、ちょっと覚えてないですけども、この石鹸はね、初めて見るんですけども、このシャンプーリンスはどっかで見たことありますね。京都の宝ヶ池がね、これだった気がするんですけども、違ったかな。はい、あとね、石鹸はこちらになっておりまして、タオルがね、こちら2つついております。で、その隣にね、グラスがありまして、でね、右側に拡大鏡と、その正面にですね、鏡があります。ですね、鏡ね、正面から見るとこんな感じなんで、鏡はね、かなりちっちゃいですね。ですんで、多分ね、このこっち側にね、あの大きい鏡がね、ある感じだと思うんですよね。本当にあの洗面台のね、鏡は本当にちっちゃいっていう感じですね。で、このまま右を向いてもらうと、こちらがね、お手洗いっていった形になります。はい、まあ、お手洗いはね、まあ、普通にお手洗いっていう感じですね。で、振り返っていただいて、こちら見ていただくと、こちらにね、バスタブがあります。ちょっとバスタブ入っていきましょうか。はい、あ、これは驚き。はい、まずですね、やはり新しいホテルということで、可動式のシャワーと固定式のシャワーね、2つあるんですね。これはすごい。いやー、私ね、可動式じゃなくて固定式だけかと思ってたんですけど、これはすごいですね。それでは次にバスタブですね。これも驚きですね。めちゃくちゃ大きい。はい、これはすごい大きいですね。いやー、正直あの低層階にはね、先ほども言ったと思うんですけど、このホテルにはバスタブがないので、ちっちゃいバスタブだと思ってたんですよね。いや、これは大きいですね。かなりびっくりです。ちょっと入れるかな、ちょっと入ってみましょうかね。あ、カメラを置くところがないちょっと待ってくださいね。はい、ちょっと三脚を持ってきましょう。ということで、ちょっと後でね、やりたいと思います。ちょっとカメラを置けないですね。という感じですかね。最後に景色見ましょうか。これは自動なのかな。あ、自動じゃないですね。はい、景色はね、こんな感じになっております。はい、まあ、特にね、あの何かが見えるとかね、まあ、そういったのはないんですけども、真下の道までね、裏の道ですかね。はい、下を向けるとこんな感じで通りもね、見渡すことができます。いや、普通にあれですね、お迎えとかのお家とかもね、見えてしまいますんで、あれですね、結構窓全開にしてると全部見えちゃう感じですね。はい、でもここは東銀座ですからね、家賃むちゃくちゃ高そうですねまあ、眺めはね、こんな感じですかね。一応正面とかも見ておきましょうか。こんな感じです。まあ、本当にね、ビルビルビルっていう感じですかね。で、今回ね、このホテルはね、14階建てだったかな。はい、で、今回11階ということで、結構ね、上の方に、入れさせていただきました。ありがたい限りですね。それではちょっとね、バスタブ確認しておきましょうかね。はい、ということで、ちょっとね、お風呂に入ってみました。逆向きの方がいいかな、ちょっと見づらいかもしれないですけど。いやー、広いですね。まあ、足はね、届いてしまうんですけども、かなりね、深さがありますんで、ちょっとね、肩入れればすぐね、肩までね、お風呂浸かれそうですね。いや、これはいいですね。正直ね、海外によくあるようなね、あの浅いホテル、あの浅いね、バスタブだと思ってたんですけども、これはいいですね。ということで、今回ですね、 AC ホテル東京銀座ですね、一泊ね、お世話になります。で、こちらのホテルのね、ルームキーは東京の名前は入ってないですけども、この AC ホテルのね、あのマークが入ったルームキーっていった形になります。いや、非常にね、おしゃれですね。いやね、今回初めて来ましたけど、本当に至るところがね、めっちゃおしゃれでいいですね。スタイリッシュっていうんですかね。あのスリッパとかもですね、こんな感じになっておりまして、いやね、名前入りなんですよね。いや、おしゃれですよね。
いやー、ちょっと今度ニューヨーク行くとき AC ホテルね、ニューヨークにもありますんで、ちょっと泊まってみたいですね。どんな感じなんだろう。いやー、すごい。まあ、ここはね、本当に今年のな、2021年の何月だったかな。ちょっと何月か忘れちゃったんですけど、まだね、半年ぐらいしか経ってないと思うんですよね。はい。ですね、まだ出来たてということで、まあ、どこもね、ピカピカですよね。で、またね、やはり新しいホテルということで、まあ、設備もね、最新式っていう感じがね、しますし、まだね、なんか新しい匂いがね、まだする感じがしますね。はい。ということで、こちらにね、一泊お世話になるということで、で、マリオットボンボイのね、今回プラチナステータスでね、宿泊させていただいておりますので、今回ね、朝食、こちらね、AC ホテルね、利用することができます。これがね、基本的にプラチナステータスの、まあ、選択式の特典といった形になります。朝食か、軽食と飲み物、もしくはマリオットボンボイ500ポイントだったかな、こちらから、選択していただくっていった形になりまして、私はね、朝食の方を利用させていただきます。で、このね、朝食特典に関してなんですけども、 AC ホテルって確かね、プラチナステータス以上でもね、もともと朝食がつくホテルではなくてですね、こちらね、ホテル独自でね、やっている特典っていう風になっておりますんで、おそらくね、海外の AC ホテルとかね、利用されたことある方はね、いらっしゃると思うんですけども、多分ね、プラチナステータス以上でね、朝食つかないと思いますので、まあ、こちらね、東京のこの銀座のね、AC ホテルね、限定だとね、思っといていただいた方がいいのではないのかなと思います。で、レイトチェックアウトなんですけども、明日ですね、14時まで利用できるということで、明日もね、かなり混み合っているということで、14時までだったらね、利用できるということで、ちょっとね、明日の予定まだ決まってないんですけども、一応ね、マックスまでね、お願いしておきました。で、それ以外はですね、基本的にクラブラウンジはね、このホテルにはありませんので、ラウンジをね、利用することもできませんので、特典としてはそんなもんですかね。いやね、本当に非常におしゃれで、いや、いいですね。すごいテンションね。もうホテル入ったところからね、すごい綺麗でテンション上がりましたね。はい。っていった形で、今回ね、一泊ね、お世話になります。で、今日のところはですね、ちょっとね、お昼がかなり遅くて、今さっき食べてね、こちらにチェックインしたっていう感じになりますので、今日のところはね、多分ね、夕飯食べないと思うんですよね。多分お腹も空かないと思うんですよね。はい。ということで、まあ、ホテルでね、仕事しつつ、ゆっくりしつつですね、もしね、なんか紹介したいなっていうものがありましたらね、ちょっとね、後でまた紹介したいなと思います。このあられとかね、ちょっと後でね、いただきたいなと思います。いや、いいですよね、こういうね、ウェルカムギフトです。ウェルカムギフトだと思うんですけども、まあ、ちょっとしたものでもね、こういったものが置いてあるとね、嬉しいですよね。ということで、ゆっくりね、したいと思います。それではですね、今ね、こちらルーフトップにね、来ました。このね、 AC ホテル、東京銀座ホテルにはですね、ルーフトップがね、ありまして、エレベーターがね、3基あるんですけども、 RF って書いてあるね、エレベーターだけがこのね、ルーフトップにね、通じるエレベーターというふうになっております。で、今ですね、夕方の4時ぐらいで、これからね、ちょうど日が落ちるかなっていうところなんですけども、いや、非常に気持ちがいいですね。もっとね、吹きさらしかなというふうに思ってたんですけども、これね、一応周りがね、全部ガラス張りになってますんで、まあ、すごい寒いかって言われたら、まあ、そこまででもないですね。まあ、寒いことは寒いんですけども、もう風が強くてね、いられないとかね、そういった感じではないですかね。いや、非常にいいですね、ここね。多分夏とかはですね、ここら辺ね、ちょっと今シートかかっちゃってますけども、こんな感じでね、多分ね、バーとかもね、多分夏とかね、そういった時期はやってると思うんですよね。まあ、そんな感じのね、情報もちょこちょこ見ましたので、まあ、そういったのもね、今は冬なんでね、そんなに楽しめないかなと思うんですけども、まあ、夏だったらね、そういうのもね、楽しめるかなというふうに思います。いやね、非常に気持ちがいいですね。こんな風にね、銀座をね、見渡せるのもね、結構いいのではないのかなと思います。で、眺望はね、ちょっと今ね、めちゃくちゃね、夕日がすごくて、眩しくてね、あんまりよく見えないんですけども、なんか目立ったもの見えるのかな。あ、ちょっと待ってください。あれ、もしかして、もしかするとあれですかね、あれ東京タワーかな。あ、ちょっとね、東京タワー見えますね。はい、東京タワー見えます。いやー、ちょっとね、今
今ちょっとねカメラだと厳しいかもしれないですね。若干映ってる太陽にね、あ、太陽とね重なっちゃってますけどもね、あの東京タワーはね、はい、ここに見えますね、はい、ということなんで、もうちょっとねあの日が沈めばねもうちょっとはっきり見えるかなと思うんですけども、このルーフからね、東京タワーもね楽しむことができるんですね。これは非常にいいですね。もっと寒いかと思ってたんですけども、そこまででもないですね。ということで、ルーフトップねありますんで、まあ、もしよかったらねこれをフリースペースでね利用できますんで、ちょっとね休憩がてらにね来てみていただければなと思います。それではですね、今ね午後の8時ぐらいなんですけども、またねルーフトップに来てみました。いやめっちゃ綺麗ですね。ちょっとねイルミネーションとかもあってかなり綺麗なんじゃないでしょうか。ちょっとね夜になるとね寒さはね倍寒いっていった形になりますんで、まあ、誰もね、利用してないですけども、いや非常にね素敵な空間になってますね。いやここ夏とかねかなりいいんじゃないでしょうかね。はい、こんな感じになっております。こんな感じになってるんですね。いや非常にいいだけどめちゃくちゃ寒いですね。さあで東京タワーね、おーすごい、めっちゃ綺麗に見えますね。東京タワーめっちゃ綺麗です。ちょっとピント合わせましょう。こっちから見た方がいいですかね。いやー画面越しだとねちょっとね反射している部分もねあったりねしますけども、いやめちゃくちゃ綺麗ですね。いやちょっとここ逆にここはねイルミネーションない方が綺麗に見えるかもしれないですね。ちょっとねここはねガラスになってまして、ちょっとここら辺のねイルミネーションが反射しちゃってるんですけども、実際はですね結構綺麗に見えております。いやーこれ夏とかめっちゃいいんじゃないですかね。ちょっとねこの時期は寒いですけども、いやー夏の時期はねかなり楽しめると思います。はい、こんな感じになってます。どうでしょうか、結構良くないですかね。一応ねガラスがありますんで風もねそこまで直撃するっていう感じじゃないので、まあ寒いことは寒いんですけどね。いやーぜひねこのちらのホテルね宿泊される方はね一度来てみていただければなと思います。何かねまあ長居するっていうのは厳しいかもしれないですけども、まあ軽くね見に来るだけでもねいいんじゃないかなと思います。おはようございます。時刻は朝6時14分になりました。昨日ねあれからですね週末雑談生放送、まあちょっとねこれ撮ってるのはちょうどね元旦から2日にかけての宿泊っていう風になっておりまして、元旦のね生放送をねしました。久しぶりにね生放送しましたんで、かれこれ2ヶ月ぶりぐらいにねやりまして、1時間ぐらいでね終わる予定が結局2時間やりまして、10時からやったんでもう終わったのはね日付変わってたと思うんですよね。はい、ということでちょっとねお休みなさい的な動画はね撮れなかったんですけども、そこからですねちょっとホテルのね館内の撮影をして、それで2、3時間仮眠を取って今っていた形になります。で今ですね6時14分で6時半からですね朝食いただけるということで、朝食はね1階のね AC キッチンだったかな、1階のね奥にあるね朝食会場で利用することができますので、時間になりましたらですねそちらの方で朝食ねいただきたいと思います。いやどんな感じの朝食なんでしょうかね。多分ねプレートだと思うんですけども、どうなんですかね、そんなにね1階もすごいねめちゃくちゃ広いわけじゃないんで、どうなんですかねブッフェなんですかね、ちょっとそこらもね楽しみにしていきたいなと思ってるんですけども、ということであと10分ぐらいしたらですね朝食会場ね行きたいと思います。ということで客室にね帰ってまいりました。いやー AC ホテル東京銀座の朝食いいですね。いや正直驚きました。種類もねすごいたくさんありますし、和食と洋食ね分かれておりまして、またねデザートとかもねありますので結構楽しめるんじゃないかなと思います。マグロのお刺身とかね正直あると思ってなかったんで
かなりびっくりでしたね。で、自家製プリンとはね、そういったスイーツもありましたんで、いやね、かなり良かったですね。ぜひね、あのプラチナステータス以上ね保有されている方は、まあ今後ね多分ここ有料になると思いますので、まあ、早いうちにね利用された方がいいのではないのかなと思いましたね。で、あのね、注文の方法としては基本的にブッフェなんですけども、メイン料理と卵料理ね注文できるっていう風になっておりまして、卵料理と麺類、こちらが別にね注文できるようになっております。で、今日はですね、1月の2日のね、あのまだ三が日中ということで、本来は卵料理と麺類なんですけども、この麺類が、今お雑煮にね変更されているっていう風になっておりまして、卵料理とお雑煮がね楽しめるっていう形になります。まあこのお雑煮の部分がね、普段は麺類がね利用できるっていった形になっております。いやー、本当にねお雑煮も非常に美味しかったですね。思った以上にね、あの具沢山で、はい、大満足でしたね。いや、ありがたい限りですね。あの、まあ、実はというわけじゃないですけども、どういった感じで動画出てるかちょっと分かんないんですけども、12月31日から1日にかけてウェスティンホテル東京ね行ってまして、で今日1日から2日このね AC ホテル東京銀座に来てるんで、あのお雑煮をね今のところ食べてなかったんで、いや非常に嬉しいですね。まさか AC ホテルでいただけると思ってなかったのと、まああのカテゴリーがねこのホテルそんな高いホテルじゃないので、朝食でねそこまでレベル高いものがね出されてるっていうふうに思ってなかったので、いやー嬉しいですよね、こういうのはね。ですんでね、三が日ね泊まられる方はこういったねサービスも今後もねあるんじゃないのかなと思います。ちょっとね朝食は今後有料になってしまうかなというふうに思うんですけども、いやね、お金払ってもね、まあちょっといくらか分かんないですけども、まあ3000円とか4000円ぐらいだったら、まあそんなに悪くないんじゃないかなというふうに思いました。っていう感じですかね。で、今日のところはですね、まだね、7時半ぐらいかな、そうですね、7時半前ぐらいなので、今日ね14時までねレートチェックアウトを利用することができますので、ちょっとねゆっくりしてからねチェックアウトをしていきたいと思います。ちょっとね、あの 2,3 時間しか寝てないんで、もうちょっとね仮眠取ってからあのチェックアウトしていきたいと思います。それではですね、まもなくですね1時過ぎぐらいになりますんで、そろそろねチェックアウトしていきたいなと思います。いや、ちょっとね、はい、朝食を食べてねまた仮眠を取ってしまいました。はい、まあこういうのがねできるのがレイトチェックアウトいいですよね。ということで、今回ですね AC ホテル東京銀座ホテルですね、一泊ねお世話になったわけなんですけども、いや本当にねめちゃくちゃ良かったですね。はい、朝食もね良かったですし、客室もね、まあ、今回ねスーペリアツインということで、そんなにねベッド大きくなかったんですけど、まあ、ベッドもね非常に快適でしたね。またねこのホテルね、そんなにカテゴリーが高いホテルではないんですけども、まあ、トイレとシャワーねあの別だったりですね、結構いい点が多いですね。スリッパがしっかりしてるとか、バスローブがしっかりしてるとか、なんか他のねカテゴリー低いホテルとはまたちょっと違う感じがして、またね、まあ、どこを見てもね、まあ、新しいっていうのもあるんですけど、めちゃくちゃおしゃれでスタイリッシュなんですよね。はい、ですんでね個人的にはかなりね気に入りましたし、非常にねいい滞在でしたね。あとね朝食、本当に朝食ねめちゃくちゃ良かったですね。この朝食はね、どうやらねなんか1年前に比べるとこれでもね少しなんか悪くなったらしいんですけども、まあ個人的にはね非常に大満足の朝食っていう風になりました。で、今回ねマリオットボンボイのステータス特典としては、この客室ですね、プライムスーペリアツインルームですかね、本来ねあのバスタブがない部屋なんですけども、このバスタブがあるね客室にアップグレードしていただいたのと、あとレイトチェックアウトですね、14時まで利用することができました。まあ、本日はねかなり混雑しているということで、多分ねこれからまたね宿泊される方はね結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。あと朝食ですね、朝食2名分ね無料で利用できるのと、あとはそんなもんですかね、プラチナステータスの特典としては。朝食はねチョイス特典で、あのウェルカムギフトみたいな感じで選択できるんで、まあそういった感じですかね。あとこちらのあられです。はい、あられ、こちらがねあのいただけると、こちらせっかくなんで食べていきましょうかね。はい、そんなもんですかね。まああの今回ね、あの1月1日から2日のね滞在っていう風になりましたので、あの朝食のねメニューが麺類ではなくてお雑煮になってると、
まあ、そういうのはありましたね。あとね、何気に嬉しかったのはお水が4本無料で利用できるっていうところですね。はい、ラウンジがねないホテルでこのお水ね足りなくなること結構私あるんですけども、やっぱりね4本あればさすがに足りなくならないですね。はい、しかもね足りなくなったらねいつでも言ってくださいみたいな感じで追加でもね利用できるみたいなんで、この点もねいいですよね。まあ、日本だったらほとんどのマリオットホテルお水は無料で追加でくれるかもしれないですけどね。はい、海外だとねそうはいかなかったりするんでね、ちょっと難しいところですね。ではあられの花道いただきます。はい、よいしょ。うんうん、おいしい。これ海苔がついてるやつね。はい、よくありますよね。そんなところでしょうかね。あとなんか昆布がついてる感じの、あ、そう、あとねあれなんですよ。なんか結構ねあれみたいです、これ。ツイッターとかでもね結構言われてたんですけど、これねサムライエッジっていうヒゲ剃りなんですよね。これねちょっと私ね動画で撮ろうと思ってまだ開けてないんですけども、これねなんかAC ホテルマリオットでね名前が入ってるこのケースで、これね結構有名なヒゲ剃りらしいんですよね。まあ男性の方しかまあ基本的に使わないと思うんですけども、これねアマゾンとかで買うと2,000円ぐらいするらしいんですよね。ちょっと私も価格調べてないんで、これツイッターかなんかで聞いたんですけども、結構ねいいお値段がするヒゲ剃りということで、ちょっとこれはね自宅でね使いたいと思います。そういった感じですかね。あとレザーのねケアキットとか、まあ、こういうのもねあったりしますんで、これはねどうやらこの上位のね客室じゃないとね置いてないらしいんですけども、まあ、こういったところもですねこの AC ホテルねちょっと他とはね違う特典がありますよね。レザーケアキットなんて今までマリオットボンボイで泊まってきたホテルでいやー見たことないですからね。うん、てな感じですかね。本当に今回ね1月1日から2日かけてね宿泊させていただきましたけれども、本当に大満足のね滞在っていう風になりましたね。ということで今回の方はねこんな感じで終わりたいなと思います。私のチャンネルはですねこういったマリオットボンボイホテルだったりヒルトンホテルだったり月額制宿泊サービスをねハフを使ってホテルね宿泊してまあレビュー動画ね出させていただいておりますので、またねステータスとかねそういったことに関する情報もね私のチャンネルね発信させていただいておりますので、気になる方はですねぜひねまた見ていただければなと思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。